ウルトラトワラーズ YouTube ラジオスタンバイユー。皆さんの悩みを全力のゆるさでお答えするウルトラトワラーズのラジオスタンドバイユー。視聴者の皆様から SNS でいただいた質問相談をウルトラなりに答えたり、マニアなトークペマニアなトーク縛りを忘れちゃったマニアのトーク縛りを話したりするまったりラジオです。寝る直前、一日の終わりにぼーっと聞いていただけたら嬉しいです。噛んじゃいました、すいません。皆様いかがお過ごしでしょうか。今日のパーソナリティはこまちゃんが務めさせていただきたいと思います。皆様いかがお過ごしでしょうか。かけるに5月、ゴールデンウィークも終わりまして、皆様やばくない、皆様いかがお過ごしでしょうかの押し売りなんですけど、皆様いかがお過ごしでしょうか、お元気に過ごしていますでしょうか。僕はですね、ちょっと5月の頭にですね、風邪をこじらしてしまいまして、ちょっと長引いているんですけれども、ちょっとなかなかね、病院に行く暇がなくて、ちょっと市販の薬でだましだましやっているんですけど、ちょっとお聞き苦しかったら申し訳ありません。ゴールデンウィークはですね、何がゴールデンだっていう話だよね。なんかそういう方も世の中にはたくさんいらっしゃると思うんですけれども、まあ、いろんな SNS を見ると、みんな、ゴールデンなね、ウィークを過ごしているな、休日過ごしているな、いいなと思いながら、僕はお仕事とか練習とかを頑張ったりしていました。そしてですね、そしてって何のそしてかわかんないんだけど、今回は、質問をちょっとお寄せいただいたので、質問をお答えしていきたいなと思います。すいません、ちょっといつも噛んでるけど、より噛み噛みなんですけど、それはちょっと目をつぶってください。それでは早速いきたいと思います。イニシャル O さん、トスをまっすぐ上に上げるのはどうすればいいですか、教えてほしいです。トスをまっすぐ上げる、まずは腕で投げないことっていうか、なんていうの、スナップ、ちゃんとサムフリップのスナップがきちんとできているかっていうことがまず第一だと思います。で、それがあるできている状態で、まず足を意外と使ってトスするってことが大事なんだなっていうのを最近すごく感じています。足で、例えばルルベの足とかで、きちんと足を床をグッと踏み込んで押した状態でトスを上げることと、あとはおへそから鼻に向かってとか、つむじに向かって、体の中心ですね、中心の線をちょっと意識してバトンを離していくといいんじゃないのかなと思うので、それを意識してください。あとは親指の向きによって投げる方向が多分変わっていくと思うので、親指が右に行ったらそれを右にバトンが行くと思うし、左に行ったら左に行くと思うので、その親指の向き大きく分けると3つ注意するといいかなと思います。どうでしょうか、ちょっと練習してみてください。同じような感じで、イニシャル P さん、バトンのトスコントロールがあまりできません、どうしたらいいですか。これもそうですね、高さを出したいときは、さっきも言ったように足でバトンを投げるような感覚、床を蹴ってバトンを投げるっていう感覚だとトスの高さが出てくるかなというふうに思うんですけど、さっき言ったようにまっすぐ投げたかったら親指をまっすぐで、右に投げたかったら親指を右で、ちょっとリリースを遅らせると右に行くと思います。で、ちょっとリリースを早くして親指を左に向けるとバトンが左に飛んでいくと思うので、ちょっとそういったことを意識しながらやってみてはいかがでしょうか。次、イニシャル I さん、側転の速度を速くするにはどうしたらいいですか。そうですね、側転とか展開とかはですね、最初の足を上げて次後足を上げるじゃないですか。その後足を振り下ろすエネルギー、足の重さ、足を振り下ろすエネルギーで重たい頭を上げるみたいなイメージでやるといいんじゃないかなと思います。頭を早く上げようと思ってもなかなか難しいから、その上に上がってる、開脚してる足をふって床の方に下ろす力を利用して
状態を引き上げるみたいなイメージで僕はやっているので、ちょっと参考にしていただければどうでしょうか。よし、これも同じ人だね。展開の練習の仕方、どうしたらできるようになるか教えてほしいです。展開はですね、まず倒立ブリッジからですね。倒立をしてブリッジ で一回止まる、床で、で頑張って膝をつかないようにグッと床を押して起き上がるの練習です。そしたらブリッジをして片足を上げます。利き足の後足の方を上げて、その足を下ろす力で起きてくる。これさっき言ったやつじゃん、応用だね。これができて、そのスピードを上げるっていうところに応用されると思うんですけど、それを練習します。そしたらちょっとずつその倒立ブリッジを、倒立って足が天井で両足揃うと思うけど、それをちょっとずつバラして起きてくるっていう練習を3段階やったらいいんじゃないでしょうか。どうでしょう。次、2バトンで、イニシャル C さん、2バトンで人より早く成長するために効率的な練習などありましたら教えていただきたいです。むずくね、2バトン。そうですね、どうだろうな、2バトンね。まあ2バトンだから2本同時に操作できているかどうかっていうことが一番鍵になると思うので、まず1本ずつのバトンの理解、動きの理解をする、で一つ一つを組み合わせて2本で同時にやるっていう練習が、まあみんなしてると思うんだけど、なんだろう、ちょっとすごく難しい質問だな。まあ人の場合やる人の場合練習する。なんだろう。次いきますね。イニシャル N さん、今中学生なんですけど、バトンと大きなテスト、勉強や部活はどうやって両立していますしたか。両立っていうほど両立してきてないですね。どちらかというとバトンを優先してちょっとおろそかにしてきてしまった部分があるので、こんなこと大声でラジオで言うことじゃないので、ちょっと割愛したい気持ち山々なんですけど、まあでもテストの時とか、やっぱバトントワラーである以前で学生であるので、テストの時とかは、まあ、バトンをお休みして学校の方にやることももちろん必要だと思うし、まあその分学校で頑張ってバトンの方を休みしちゃった時は、ちょっと学校よりもバトンのこと、大会の前とかはバトンのことに優先できるように、学校の勉強とか課題とかの準備をコツコツしていったらいいんじゃないですかね。ちょっとすごいありきたりな答えで、そんなん何百回言われてるわって感じだと思うんですけど、すいません。次、イニシャル H さん、ストレッチの時にどんな曲を流しますか。僕、ウォーミングアッププレイリストっていうのがあるので、それちょっといつか紹介したいなというふうに思ってます。お気に入りの曲しかかからないプレイリストがあります。次、イニシャル A さん、嘘、イニシャル Y さん、世界大会のハプニング聞きたいです。ハプニングね、なんだろうね、ハプニング、なんかそんな大きいのはちょっと思い出せないんだけど、2005年のジュニアの年の世界大会の時に、決勝の時に大事な衣装をホテルに忘れました。で会場で気づいて、で相部屋の選手にごめん持ってきてって言って持ってきてもらった記憶があります。まあそんなさ、不足があったらさ、まあ案の定本番も良くないよね。まあ決勝も良くなかったんですけど、まあそこからなんか悪いことが始まっていたんじゃないのかなと思うので、心にゆとりを持って、荷物とかね、そういう準備にもゆとりを持って過ごさなきゃいけないなと反省した年でありました。次、イニシャル X さんX さん、次に行きたい国とは。次に行きたい国、僕行きたい国あるんです。メキシコのカンクンってとこに死ぬまでに行きたくて、メキシコに行きたいです。世界大会だったらね、どこだろうな、でもイタリアにも行きたいし、世界大会だったら日本でやってほしいです。これは本当に切に願う。でこの間タイに行ったんですけど、タイには絶対行きたいですね。またで韓国もこの間弾丸で行ったので、もう一回ゆっくり韓国に行きたいです。あとはスイスとかも行きたいな。あとオランダもゆっくり
行きたいですね。去年行ったんですけど、ワークショップで。でもあっという間だったので、観光しにオランダに行きたいですね。あとはハワイももう一回行きたいと思います。あとバリも行きたいですね。行ってみたい。バリ行ってみたいな。インドネシア行ってみたいです。もうちょっと最後にしようかな。あと2つ。イニシャル T さん、世界大会の意気込みをお願いします。そうですね。世界大会の意気込み。8年ぶりに世界大会に出させてもらうことになったんですけれども、まあ、あの時といろいろな環境が変わって自分自身も大きく変わってきているので、まあ、今できるありのままの自分を出すってことと、まあ、心から純粋に世界大会そしてバトンを楽しむっていうことと、あとは練習できちんと準備をするっていうことと、あとは誰もやってきてない誰もやらなかったペアを披露するっていうことを4つぐらい大きく目標を掲げています。頑張りたいと思います。そして最後、イニシャル R さん、結婚しないんですか？結婚はしないです。結婚はできないです。この日本では結婚できないです。パートナーシップなんとかしてくださいということで、質問コーナーを終わりにしたいと思います。皆さんたくさんの質問ありがとうございます。まだまだあってんでちょっと答えきれてないんですけれども、ちょっと今日答えられる範囲はこれぐらいにしたいかなと思って、この辺で終わりにしたいと思います。てかさ、死ぬほど髪切ったの今日。まず最近ロン毛でやらせてもらってたんだけど、もう多分今までにないぐらい、もう過去一短い髪にしちゃって、何を思い立ったのかわかんないんだけど、なんかすごいモンチッチみたいだから、今度見たらちょっとモンチッチだねって声かけてください。ということで、この動画がいいねってことはグッドボタン、その他 SNS のフォローもよろしくお願いします。それではおやすみなさい。失礼します。Have a good night.